一見明るい夜の道。最低限車に気をつけていれば問題なさそうですよね。そうそう、こんな黒ベンツ。あ、危ない。お分かりいただけただろうか。さっきの事故現場、人が立っていたのです。惹かれなかった彼はラッキーマン。運転手のあなたは警戒せなあかん。たとえ2車線道路でも、隣の車が止まってたら停車していいよ。あ、でも、通れなくなるから通路は開けよう。なんて思ってそうな運転手。当然クラクションを鳴らされます。鳴らされたことに切れたのか、降りようとしてますね。最近、高速道路でこれが起こって死人が出ました。危ないので、や、めろ。パーキングブレーキ引き忘れ。降りてきたのは笑いの神でしたか。まだ続きがあり、この神様、なお抗議する模様です。見通しの良いカーブ。皆さんは、高速道路でトラックが横転する可能性を考えていますか？遠心力は馬鹿にならず。こんな事故も引き起こします。皆さんは、巻き込まれないよう注意してください。How much signal I need to cut across 8 lane? None? I turn now! Good luck everybody else! Damn! Oh, what the fuck? Oh, I got that on my video! What the fuck? 目的地終点です。案内を終了します。いつから人がボンネットに乗ってたのでしょうか？事情がわかりませんね。